さて今回は OLL の36番です。なんとなく W に見えるやつですが、右に黄色2連を持ってきた時に W に見えるやつ、こっちは右に黄色の2連を持ってくると M に見える、前回やった38番です。見分け方は右に黄色2連にした場合の形になります。でもそもそも M だったらどの手順とか、とっさに浮かばないと意味がないですよね。38番はここに2連があるので、奥ではなくて前側に2連がありますよね。なのでその2連が寄っている、手前下のペアを使っていきます。前回やりましたが、左上に出していく感じですね。最後にスレッジハンマーで入れる。今回はこの36番です。上が M とか W に見えたら2連を右にします。2連を右にすると2連が奥の方に寄っています。その場合は奥のペアを使います。見やすさのためシール付きのものと交換しますね。手順は前回の38番を裏でやる感じです。38番は表から見るとこうでした。ここに来ました。ペアを右に戻す。スロットの真上にペアが来ます。これをスレッジハンマーで入れます。これを裏でやる感じです。ペアはこれです。ペアを、右を上げ下げしながら左手前に。ペアを、右を上げ下げしながら右奥に戻す。右後ろのスロットの真上に来たので、スレッジハンマーで入れる。表から見るとこうです。これを裏からやります。まずはハンマーだけに叩き込みます。ペアを左に移動する。右を戻して、裏面を戻す。揃いました。ペアを、右を上げ下げしながら左手前に、ペアを、右を上げ下げしながら右奥に戻す。スロットの真上から、スレッジハンマーで入れる。という手順です。2回。3回。例によって右は上げ下げ。裏からなので下げ上げ。ここまでは回しやすいと思います。4回。ここは右を上げるのではなく、左に層を手前に下げる。5回目。6回やると元に戻ります。多分ここのスレッジハンマーだけがネックになると思います。私も未だにうまく回せません。ひたすら反復練習するしかないでしょう。あと、ソルブしていて左手前に2連ができたら、38番の手順を左右反転してやっても、いいんじゃないかと思います。これも当然6回やると元に戻ります。左手ですけどそれほど回しにくくもないです。これを使うかは皆さんの判断に委ねます。今36番ですね。次に揃うはずです。ということで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。